皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、アトレティコマドリーについて語っていきたいと思っています。というわけで、今回はですね、まあ、アトレティコについてね、お話ししていきたいと思いますけれども、まあ、アトレティコ、今シーズンはですね、ラリーガで非常に好調でした。で、今シーズン前半戦で言いますと、獲得可能な勝ち点48ポイントのうち、まあ、41ポイントがすごいですね。41ポイントを獲得して、まあ、いわゆるカンピオンでインビエルの、まあ、冬の王者というものにも輝きましたし、まあ、アトレティコにとっては、まあ、冬の王者になったのは、まあ、1995-96シーズン、以来、およそ25年ぶりの出来事だったというところで、まあ、そこからもですね、もう少しこう好調を維持していって、まあ、リーガー第23節の時点ではもう本当マドリー、レアルマドリーとバルセロナと勝ち点9ポイント差まで、こう広げてですね、まあ、首位を快走していたというところがあります。ただですね、まあ CL でね、こうチェルシーとの試合もありましたし、まあマドリーとのダビーマッチもありましたけれども、なんといってもね、この、割とね、最近の試合でこうセビリアとペティスにですね、1敗1分けと言ったところでちょっとこう調子を落としてきていてですね、ついにこうね、マドリードとバルサとの勝ち点差も、まあ、今マドリードと勝ち点1差でバルサと勝ち点2差というところでそこまでこう、ね、2強が、ね、迫ってきてしまっているなという、ね、ところがあります。まあ、シメオネはですね、もうすでに以前もまあ、シーズンっていうのはね、こう不安定な時期っていうものがあると。で、今シーズンに関しては、マドリードとバルサはシーズンの序盤戦で、不安定な時期があったと。で、我々は今不安定な時期にある。ただ、我々をね、追ってきているのは、本当にね、ドス・モンストロコス。二つのモンスター、二つの怪物であるから、まあ、彼らはここから一回も負けないだろうと。いったですね、コメントを残していましたんで、今まさにね、その展開に今、なってきていて、まあ、アトレティコとしては、まあ、バルサとマドリー、まあ、バルサとはね、一騎打ち、直接対決残っていますけれども、まあ、自分たちの試合をどうやって、ものにしていくかっていうところが、一つのポイントになってくるのかなと思います。で、今回はですね、まあ、このチャンネルでは僕結構喋ってきてるんですけれども、まあ、シメオネがですね、今季やってきた3バックと、まあ、4バック、まあ、3-1-4-2と、まあ、4-4-2ですね。これをですね、ちょっと出しながら、話をね、進めていければと思っております。でもね、今シーズンは本当にこう、基本布陣をね、3-1-4-2、まあ、3バックにしてやってきて、エルモスをね、こう、最終ラインに入れて、まあ、アンカーをね、ゴケにしてっていうのですごくハマっていたと思いますし、まあ、攻撃のところで言うとな、本当にこう、エルモスはね、ビルドアップの能力高いですし、で、また左利きっていうのがまたいいですよね。で、左利きなんで、まあ、縦にもボールつけられますし、まあ、くさびも入れられますし、まあ、サイドチェンジもできますし、まあ、もちろんアンカー、ボランチのところにも、こう、斜めのパスも入れられると。っていうのがあって、で、ここにこうね、コケがこう、チームの真ん中にいることによって、そこからこうね、本当にこう、インテリジェントな選手ですから、自在にこう、ボール散らしていって、まあ、トリコの攻撃が、まあ、始まっていくと。で、攻撃のところではね、まあ、ルイス・スアレス取ってきて、まあ、得点力、決定力ありますし、あとはまあ、ジョレンテがこう、インサイドハブのところが飛び出していくみたいな、なんか、こう、すべてがね、こう、機能していたっていうか、ガチッとハマったなっていうところでもありました。で、また守備のところで言うとですね、まあ、5バック化するってこともできますし、まあ、相手がね、マドリーとか、バルサとかっていう、強豪相手、まあ、ビッグクラブと、の試合ではですね、まあ、引いて、まあ、トリッピアと、まあ、カラスコ、まあ、ウィングバックに入るような選手たちが引いてきて、まあ、5バックを形成しつつ、まあ、中央のところで最悪跳ね返すみたいな、これもね、なかなかうまくいっていたんじゃないかなと思います。ただ、まあ、こう、4-4-2に、まあ、戻してきてですね、すごくこう、まあ、印象的だったのは、マドリードのダービーマッチ、シーズン後半戦の。で、まあ、4-4-2をやってですね。で、その試合は、4-4-2なんだけれども、まあ、攻撃的に戦えたと。で、これはやっぱり、4-4-2で言っても、可変で3バックになって、攻撃の時は3-5-2になるとか、まあ、ちょっと状況に至ったら3-6-1になって、インサイドハーフに入っている選手が、ハーフスペースをうまく使ってとかっていうのが、できていましたし、できている時っていうのは、アトレティコ非常にいいと思います。ただ、これがですね、こう、従来の、今までの4-4-2っていうものをですね、こう、イメージしながら、選手たちもそうですし、まあ、これはシメオネもそうなんですけども、こう、試合に挑んでしまうと、まあ、ダメなんだっていうところがね、やっぱり今季のアトレティコのね、大きなポイントだと思います。もうちょっと具体的に言いますと、まあ、4-4-2で、3ラインにして、まあ、ブロックを作って、まあ、守るっていう。で、そこから取ったら、トランジションとカウンターで点を取りに行くっていうのが、まあ、これまでの、
あのアトレティコでやりましたし、まあ、アトレティコの 4-4-2 だったんですけれども、これは今シーズンやっぱりやってきてないので、あとはその、まあ、トップの選手とかもこれまであのモラタとジエゴコスタ使ったりとか、まあ、そこにはフェルナンド・トーレスとか、まあ、マンジュキッチとかね、ジャクソン・マルキンスとか、ちょっとこう万能型の選手はやっぱり前に2枚並べて 4-4-2 にするっていうのをやってきたんですけど、今シーズンはどっちかって言えばスアレスと、まあ、ジョアン・フェリックスとか、まあ、コレアとか、まあ、時にはまあマルコス・ジョネって、まあ、そういった選手を組ませてやってきてるんで、そもそもこう選手の適性も違いますし、こう取り組んできてるこうアプローチのところは違うんで、これはやっぱりシーズン後半戦の結構土壇場のところで、さあ今までかこれまで、まあ、昨シーズンまでやってきたような 4-4 にやるぞって言ってもやっぱうまくいかないと僕は思いますし、あの実際うまくいってないと思いますけど、それがやっぱりこうチェルシー戦で、まあ、4-4 にやってすごい典型的だったのは、左のサイドバックでやっぱロディを先発、あのタイミングでバシンと先発させてしまうところが、まあ、シメオネらしいなとも思いますし、ただここはそこはやっぱりこうね葛藤があるっていうのもあると思いますしね、そこがこれから、まあ、シーズン本当後半戦残り数試合ですけどもどうなるかっていうのは、まあ、アトレティコがタイトルで取れるかどうかっていうところことね、大きく関わってくるんじゃないかなという気がします。はい、今回ですねちょっと最後なんですけれども、コメントをご紹介させていただきたいと思います。ちょっと久しぶりな気がしますけど、コメントをご紹介するのは、はい、こちら地域猫さんですね、ありがとうございます。で、まあ、こういったコメントをね、いただいてるんですけれども、僕は今回もちょっと話しましたけれども、結構シメオネが、まあ、フォーバックにしてくるかなって、シーズン終盤、特にこう、ビッグマッチにおいてはっていうのは予想していたところがあって、っていうのはやっぱこう、シメオネっていう監督、僕はすごい、まあ、勝負師だと思うんですね。なんで、やっぱりこの試合、勝てるかもしれないとか、こう、ちょっと勝利への欲みたいなものがちらついてきた時に、ちょっとこう守備的になったりとか、あの保守的になってしまうところがやっぱシミオネはあると思います。というのはやっぱり彼が特にこうアトレティコの監督に就任してからというものの、あのやっぱり彼がアトレティコで成功した、まあ、その成功体験っていうもので言うと、やっぱり 4-4-2 でブロックを組んで、守ってカウンターですね、こう堅守速攻のスタイルでやってきたんで、それだったら勝てるっていうか、それで自分は今まで勝ってきたんだっていうのがものすごいシミュレーションの結構コアの部分に僕はあると思います。なんで相手がこうね、チェルシーとか、マドリーとかバルサとかっていう風になってくると、やっぱそっちの成功体験に引きずられてるっていうのもありますし、そこのこう自分の中でこう芯になってる部分に一回立ち返って、であとは試合中にこう穴を見つけて選手交代とか、まあそれこそまあ一発ですね、一発当ててなんとか勝てないかって、まあ今季バルサ戦シーズンでバルサ戦とか典型的でしたけども、あの、まあ、カラスコの一発で、勝ったみたいな、守備的に戦ったけど勝ったみたいなところがあるので、で、ここがやっぱり、最後、ラリーガでどこまで、優勝に向かっていけるかっていうのは、僕はシミオネアトリティコ、非常に大きく、まあ、こうね、結果を左右するものになると思いますし、そのあたり、まあ、含めて、いつも言ってますけど、まあ、4バックか3バックか、まあ、システムのところも重要なんですが、シミオネアトリティコは本当にこう、どう戦うのか、どこに向かって戦うのかっていう、まあ、システムはどれで行くにしても、まあ、攻撃的なのか守備的なのかっていうところは、すごくね、大きいポイントになってくると思いますから、まあ、個人的には、最後、もう、今シーズンに関してはもう攻撃的にもう行って、引き切って戦ってほしいなと思いますけれども、まあ、ちょっとスライスが怪我したりとか、まあ、ジョアン・フェリックスもね、コンディション良くないですし、まあ、ジョレンテとか、まあ、結構、厳しい状況にはなってきているんでね、まあ、アトレティコが、まあ、アトレティコだけじゃないですけど、まあ、バルサ、マドリー、このあたりがですね、最後どういう戦い方を見せていくか、非常に注目ではないかなと思います。